今横浜美術館では当館の収蔵作品を紹介する展覧会「横浜ポリフォニー1910年代から60年代の横浜と美術」を開催しています。1920年代から30年代には藤田嗣治や長谷川清など多くの日本人美術家が 横浜港からフランスに渡りパリに滞在して美術を学びましたこの展覧会の第二章フランスへの旅立ちでは彼らがフランス滞在中に制作した作品を中心に展示しています今日はこの第二章から横浜美術館にほど近い御所山という場所で 1891年に生まれた日本を代表する銅版画家長谷川清の作品とその技法についてご紹介いたします。長谷川清は初めは外交官を志しましたが生まれつき病気がちであったということもありやがてビーツへの道を歩み始め次第に銅版画に目を向けていくようになりました。 しかし当時日本で同版画を学ぶことに限界を感じた長谷川清は第一次世界大戦の終結を待って1918年27歳の時に横浜港からフランスに渡りました。幼少の頃に御所山の小高い丘から目にしていた横浜港に出入りする外国船の記憶にも誘われたのかもしれません。 1920年代のパリは世界各地からさまざまな芸術家が集まり新しい美術が生まれ社交界に代表される華やかな雰囲気の漂うエコールド・パリの時代でした当時数百人に上る日本人美術家がパリに渡っていたと言われていますがその多くは当時のパリで 新しししいい美術を吸収すると、2 3年で帰国していきました。長谷川清はそれらの多くの美術家たちとは異なり1980年に89歳でパリで亡くなるまで一度も帰国することなくフランスでその制作を全うしましたこの作品 アレキサンドル・三世橋とフランスの飛行船は長谷川清がパリに到着して約10年後の1930年に制作された銅版画技法メゾチントによる作品です銅版画の技法にはメゾチントのほかにもエングレービングドライポイントエッチングなどさまざまな技法がありますが長谷川清は それぞれぞのの技法により大変質の高い作品を生み出しましたこの技法メゾチンとは17世紀の中頃に発明され18世紀から19世紀にかけてイギリスを中心に肖像画や風景画の複製技術として盛んに用いられていましたが写真技術の発達に伴い やがて衰退していきました長谷川清が訪れた当時のパリでこの技法を知る者もおらずメゾチント技法の道具であるベルソーを入手することも困難でしたこの技法に強い興味を抱いた長谷川清でしたがメゾチントをすでに完成した技法としてそのまま模倣するのではなく 試行錯誤を繰り返しながら、新たな長谷川清独自の表現技法として確立していきました。この作品はイソップ寓話からフランスの詩人ラフォンテーヌが取材した有名なキツネとブドウの物語を題材に、1963年に制作された作品です。 伝統的なメゾチント技法をベースにした長谷川清、独自の深い黒の中に静かに浮かび上がる世界が印象的な作品です。長谷川清は晩年に集中して、その画業の集大成ともいえるこの深い黒を基調としたメゾチントによる一連の作品を生み出しました。 メゾチントの製作にあたってまずこのベルソーと呼ばれる道具で銅板全体を細かく刻み込んでいきますベルソーとは揺りかごを意味するフランス語でちょうど揺りかごを揺らすように先端の刃先を押し当て細かな点を刻み込み半面を目立てていきますこの目立ては 何日もかけて行う、大変根気のいる工程です。目立ての終わった版は、このような状態になります。ここにインクを詰め込んで紙にすると、全体が黒くなります。目立てが終わったら、スクレーパーと呼ばれる刃物で、半面の刻みを削り取っていきます。 このようにして半面を削り取りながら半を浅くしていくことで黒い画面に徐々に明るくイメージを浮かび上がらせていくのがメゾチント技法の特徴です。黄藩による表現である銅版画ではするときにはまず半面にインクを詰めます。 次に溝に詰まったインクを残しながら余分なインクを布で拭き取っていきますそしてプレス機で圧力をかけて紙にすり取ります。 さて時間を三十年ほど遡り、1930年に制作されたメゾチントによる作品「アレキサンドル三世橋とフランスの飛行船」をもう一度見てみましょう。先ほどご紹介した晩年のメゾチント作品「狐と葡萄」と異なり、作品全体が明るく画面が。 縦横斜めの平行線で覆われていることに気づかれると思います。銅版画を学ぶ目的でフランスに渡った長谷川清ですが特に誰かについて銅版画を学んだということはなかったようで古い文献や実際に目にする作品などから独学で制作を進めていきました。 同版画を自らの表現技法として一歩一歩深めていった長谷川清の姿勢が、このメドチントに最もよく現れていると言えます。ようやくベルソーを入手した長谷川清は、独自の方法でメドチントに取り組み始めました。長谷川清は、あえて先ほどご紹介したような、 ベルソーの本来の使い方はせずこのように横に引いて藩を目立てていき伝統的な技法とは全く異なる平行線によるメトチンとの下地を作りました横長の画面いっぱいにセーヌ川とアレキサンドル三星橋が水平に広がり左側にはエッフェル塔が垂直に中央から ほんの少し右には飛行船が描かれています。明るいトーンの中に、整然と、そしてリズミカルに浮かび上がる、目立てによる平行線を基調に、リズム感のある水平と垂直を基本にした構図が、長谷川清の初期の平行線のメゾチントによるこの作品の魅力となっています。比較的、 小さな画面に凝縮させた整ったマチエールや緻密に計算された構図などその後の長谷川清の完成された表現につながる一つの礎として大きな意味を持つ作品だといえます長谷川清はこの時期を経てしばらくメゾチント技法から遠ざかりますが1958年以降 今度は伝統的な点を刻み込んでいく目立てによるメゾチントに取り組むようになり晩年この技法に集中して制作を行いました1969年最晩年に制作された「時生物画」です静筆な深い黒と微細に整った美しいマチエール 水平に静かに配置されたモチーフ控えめに垂直を示す砂時計わずかに中心をずらしながら中央に佇む小鳥と白く浮かび上がるリング生涯を通し一歩一歩極めていったその表現がメゾチンと技法に身を結び静かに光を放っています。 この技法名メゾチンとは中間調子といった意味ですが長谷川清はこの技法をフランス語でマニエール・ノワール黒の技法と呼びました絵画の複製技術として中間調子の再現性が特徴であったこの技法に新たに黒の美しさを見出し長谷川清独自の マニエル・ノワールを生み出しました。長谷川清は、藩の製作に様々な工夫を凝らしただけでなく、インクの製法にもこだわりを持ち、黒の表現を極めていきました。そこには、墨の色に色彩を見出そうとする日本の伝統的な美意識が感じられます。 今回はメゾチントに絞ってお話しいたしましたが横浜美術館には長谷川清の作品や資料が2,000点以上収蔵されています。展示される機会には是非長谷川清の実際の作品をじっくりとご覧いただければと思います。